明日から十種競技ね、明日から十種競技楽しみでございます。十種競技明日から始まるんですけど、オリンピックで十種目やるんですよ。ぜひね、皆さん十種競技リアルタイムでやってるとこあんまないと思うし、長い時間やるから多分ダイジェストでやると思うんですけど、でも一種目一種目こう記録が出ていくんで結構面白くて、こう順位が入れ替わったりとかしてゲームみたいに入れ替わるんで、ぜひね俺のベスト記録をベースに競技見てもらうと面白いと思いますよ。はい、皆さん今メモってもらえると嬉しいですけど、十種競技明日から始まりますけど、武井壮の記録こんぐらいなんだって思ってみると、じゃあオリンピックで俺がこの組だったら何番じゃん武井さんとかって見れるから面白いと思うんですけど、俺の十種競技のベスト記録を言いますね。十種競技の中で出した自分のベスト記録言いますけど、 100m がまず10秒54っていう記録を僕十種競技で出してます。この10秒54って記録が十種競技の選手の中で大体何番目ぐらいなのかっていうのを探してみても面白いと思いますし、幅跳びは7メートル19って記録が確か十種競技ではベストで、砲丸投げはめっちゃ弱いですけど12メートルちょいぐらいですね。で高跳びが190かな、十種の中で190が確かベストで、400メートルが47秒92だったかな、が十種競技の中の初日の最後の種目のベスト記録、うん、で110ハードルが14秒73っていう記録、円盤投げが36だか7だかぐらいで、うん、で棒高跳びが4メーター60、確か10種の時は60、はい、で槍投げが55メーター何歩ぐらいで、1500が4分、確か21が10種の時のベストだったと思います。これをね皆さんねベースに、はい、明日の十種競技見ていただけると、あれ武井壮この種目だとこの辺なんだなっていうのが分かると思うんで、うん、そうだから世界の選手がすごい記録を出してるっていうのも分かるし、あ、この種目だと武井壮は世界でも結構トップクラスにいるのかもとか思って見てもらえると思うので、ぜひ楽しんでください。俺の日本選手権の時の十種競技の記録をまとめてくれてる人がいるね。これインカレの時ですね、うん、一大会でまとめた記録はこれだね、うん、これよりほんのちょっとずつ自己ベストが高いっていうね。でもまあほぼ自己ベストぐらいの記録で俺は試合をできるので、はい、ほぼほぼです。もう90何パーセントの精度で記録を出していくので、なかなか強いです。この時はね、槍投げがね、肘ぶっ壊れてて投げられなくて44メートルに終わっちゃって、これがいつもぐらい投げられてたら、まあまあいい記録になってただろうなと思うんだけどね。しょうがない。